ん、こんにちは。セイキン TV のセイキンです。あ、今日はこちら。じゃじゃん。叫べ、トントンボイス、ズモ。はい、ということなんですが、今日はこのおもちゃで遊んでみたいと思います。はい、こちら何なのかと言いますと、簡単に言うともうここに書いてあります。声で操作するトントンズモっていうことなんですよね。もともと本来のトントンズモっていうと、手でこうトン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 ってやって、人形を倒した方が勝ちみたいな、そういうもんだと思うんですけど、これはですね、最新式ということで、手は使いません。手の振動じゃなくて声を発することによって土俵が動いたり光ったりして、勝負ができるってことなんですよね。なんて最新式なんだ。日本おもちゃ大賞2018コミュニケーショントイ部門優秀賞ということで、賞を取ってるおもちゃです。はい、セット内容こちらです。こちらが本体、まあ土俵ですね。これがマイクになってますね。ここから声を拾ってそれで対決するってことですね。で、あとはまあ説明書が入ってたりとか、本体に貼り付けるシールとか、これはまあ力士というかキャラクター、はい、そんな感じのセット内容になっております。はい、ということでシール貼り終わりました。だいぶ雰囲気が出ますね。はい、こんな感じになりました。で、あとはマイクを取り付けるんですけど、マイクここかな。これがマイクスタンド、これをここにセット、こういう感じか、セットして、で、こちらがマイクですね。これをここにセット。おおすごいなこれ。これを左右ですね。はい、 OK。 マイクついてるってすごいよね。で、このコードをこの下ですね、こうかな。はい、ということで準備完了しまして、これ一人だとちょっとかなり寂しい感じになるので、ポンちゃん呼んできました。セイキン VS ポンちゃんでちょっとやってみたいと思います。で、まずはキャラを選ぶとこですね。どれにしようか。でも、これとか結構でかいんだよね。もしかしたらでかいと有利とかあるんじゃない？あ、倒れにくいってこと？倒れにくいってこと、そう。あ、金太郎。これ、金太郎。じゃあ、はい。すごい強そうなんだけど、まあ、ポンちゃんっぽいか。じゃあ僕、横綱にしとこうか。貼り方間違えたかな。うん、そうだよね。てかこれ、あ、これ回んのかな。回んないよね。これ貼り方間違えた。あのね、今気づいたんだけど、これ真ん中のこれ普通こうだよね。こっち対こっちだからね。あ、よかったよかった、大丈夫、剥がせる。はい、まあまあこんな感じで、今説明書見たら多分ね、こう組み合わせた状態でスタートってことですね。で、あとこういうのがあって、もし1勝したらこれをひっくり返していくって感じ。うん、で3勝したら勝ち。それではいきなりやってみたいと思います。本当に初めてやります。2人目トントン、よーボタンを押してスタート、よーい、トントン、やってみやって、はっけよーい、わかった、トン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 トほぼ同時だったと思うんですけど、僕の方が下に来てるんで先に多分手ついたんだよね。ってことは相撲的にはこっちの人が勝ちだよね。ということで今西勝ちです。そういうこと、そういうこと。それでは2回戦目いきます。2人目トントン、よーボタンを押してスタート、やってみやって、はっけよーい、よし、わかった、ついや、トン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 トクマ強いんだけど。今のところポンちゃん2勝なんで、もう一回ポンちゃんが勝ったらもう終わりです。頑張んないと。2人でトントン、よし、ボタンを押してスタート、2人でトントン、やってみやって、しぜはっけよーい、わかった、トン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 ト次なんですけど、ちょっとキャラ変更をしたいと思います。力士を変えましょう。これいくか赤鬼じゃん。なんでいかつい人しかいないんだもう。じゃあこれでいくか強そう外国人力士って感じだよねで、いろんなルールがあって、トントンっていうだけじゃないルールがあるんですよ。例えばこのカードだったら、しりとりでトントンボイズ相撲っていうことですね。順番にしりとりをしよう、相手が答えるまでずっと同じ言葉を繰り返せるぞ。どういうこと？例えば相撲って言ったら、相手が答えるまで僕がずっと相撲って言っていいってことでしょ。相撲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 で、そのうからのつながるしりとりがつながらない限りは言えないわけよ。悩んでる間に、そう、悩んでる間にいかに倒すかみたいな。あ、なるほど。
多分そういうこと。はい、了解。了解。最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ。はい、それではいきます。ポンちゃんからスタートで、しりとりがつながらない限り僕は喋れないということですね。いきましょう。2人でトントン、よーボタンを押してスタート。2人で見合って見合って、よし、わかった、せいや、スモー、スモー、スモー、ウサギ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 、餃子、ザ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 ル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 、ルッス、ルッス、ルッス、な、なにそれ、なにそれ、なにそれ、ちょっと待って、違う、なにルッスって、それ北海道のやつじゃないの？北海道の地名。それマニアックすぎでしょ、それマニアックすぎて、マニアックすぎて、まあいいよ、オッケー、あの俺の勝ちでいい、はい、はい、さあ続きまして、さらにルール変更、こちらです。褒めてトントンボイス相撲ということで、相手を褒める言葉しか発声できないぞ、目指せ褒め上手ということで、僕はポンちゃんを褒める言葉しか言えない、ポンちゃんは僕を褒める言葉しか言えないということですね。でキャラも変えましょう。ロボでいくか。セイキンだから、キンタロウ、キンタロウ、うん、セイキンタロウ。相手を褒めることしかできないトントンボイス相撲いきます。ほい、2人でトントン、よーボタンを押してスタート。2人でトントン、見合って見合って、よし、あっけよー、わかった、せいや、かわいい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 、美人、あーちょっと待って、ちょっと待って、結構一瞬で勝負つくんだけど、なんでそんな強いの？あの、もう一回だけやらせてください。クマ使うわ、僕。ちょっとロボに対抗できてこの人しかいないから。で、これで、もう一度褒めてトントンボイス相撲いきましょう。2人でトントン、よー。ボタンを押してスタート。2人でトントン、見合って見合って、はっけよーい、わかった、スタイルがいい、かわいい、かわいい、美人、美人、美人、料理が美味しい、料理が美味しい、目がかわいい、目がかわいい、美人、美人、美人、かっこいい、かっこいい、かわいい、かわいい、美人、うわー。なんで勝てないんだろうね。かっこいいって、途中かっこいい間違っちゃった。かっこいいって、まあいいじゃん、褒めてるからいいんじゃない、かっこいいというね。はい、ということで今日は叫べトントンボイス相撲、ポンちゃんとやってみたんですが、これ予想以上に盛り上がりますね。もちろんね、トントントンっていうだけでも結構面白いんですけど、それ以外の言葉でやるとより面白いですね。褒めてトントン相撲、しりとりでトントン相撲、その他にもたくさんルールがあって、ラップでトントンボイス相撲とか、モノマネトントンボイス相撲とか、何でもできるんですよね。なんなら自分でルールを考えて、その言葉しか言っちゃいけない縛りみたいな相撲をやったら結構盛り上がると思います。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。 せいや、スモー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 ス、うさぎ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